皆さんこんこにちは今回は栄養推薦入試プレゼン対策プレゼンの模擬練習方法についてお話ししていきたいと思います。皆さんプレゼンには才能が必要だと思っていませんかしかしそれは大きな間違いです。上手なプレゼンを行うためには才能やセンスというのは一切必要ありません。 大切なのは模擬練習これを繰り返すことなんですね実際あのプレゼンの神様と言われていたスティーブ・ジョブスも練習の鬼だったそうですでは実際どれくらい練習すればプレゼンが上達するのでしょうか具体的に模擬練習はできる限り早い時期から行いたいんですけれども 本番の二ヶ月前最低ここからはプレゼンの練習にきちっと時間を避けるように取り組んでほしいと思います一日三回模擬練習をするなど日課としてやっていくと良いと思いますプレゼンの合格者というのは何百回何千回と模擬練習を積んで本番に臨んでいますやはりそのくらい練習をしてくるので 本番でも自信を持って臨むことがででできるんですねでは模擬練習の方法についてこれはどのように練習をしていけばいいのかこちらはですね皆さんよく持っているスマホこれが大活躍します。スマホの撮影モードこちらで自分が実際にプレゼンしている様子というのを撮影してみてください。 その上で客観的に自分を分析することこれが大切なんですね最初のうちはまだセリフを覚えられていない部分というのがあると思いますのでまず台本を作ってそれを見ながらプレゼンをしてきちっとこのスライドではこれを言うというそのセリフを覚えていくことが大切ですまた模擬練習を行った後はきちんとそのスマホで撮った動画を見直しをして 反省点であったり気づいた点、え、こうしたことをノートにまとめてみてください。そうすることによって、え、一回一回その修正というのが見られて改善されていく。そうしてみんなプレゼンというのが上達していくんですね。もうこれ以上無理。そう言えるくらいまで練習するとどうなるのか。一つ目、プレゼン内容を体が覚えるので、本番で制限時間を厳守できるんです。もう。 何千回何万回とプレゼン練習を行ってきた人はあ今のペースはちょうどいいなということがもう体に染み付いているので制限時間を本当に数秒単位で守ることができるようになっているんですね。そこまで練習をするとやはり本番緊張するとはいえある程度の自信を持って臨むことができるようになります皆さんもぜひこのレベルを目指ししてほいいと思います。 はい。今回はプレゼンの模擬練習方法についてお話ししてきました。やはり繰り返し練習してきた人だけが合格を勝ち取ることができます。あなたもぜひプレゼンの練習の鬼になってみてください。では、コッスンでした。